大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でも、ベルベットは。もう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですが、いつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも、僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だから、せめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど、今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。ウルノア。今はベルベットから目を離さないようにして三人で六郎たちを探しましょう。でも、忘れないでくださいね。あなたのそばには、私がいます。もちろんだよ。ありがとう。勝てないと思うけど。クーホー絶勝力そこよ。ジャプーローカー暴走。烈光瓶カゲスバルモエエゴゴ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 Mais non, mais je veux pas me battre. Je vais pas me battre comme ça tout le temps, hein, ça va me saouler.
Il y a un truc ici. Non, pas du tout. Bah, je vais longer les murs. Hein. Il y a peu de chances qu'il y ait des ennemis le long du mur. Donc on va les longer. De casser de la vaisselle ou quoi? Mais c'est abusé. Je veux partir. Je pense qu'ils font exprès. Hein. Parce qu'il était sur le côté, pile poil là où j'étais. Impossible à esquiver, impossible d'avoir un temps de réaction assez fort pour... assez rapide plutôt. Kanonushi to nanotta ano shounen wa hontou ni Velvet no ototo nano de shou ka? Velvet o kurushimeru tameni カノヌシが見せた幻かもしれない。エレノアはそう思ってるの。はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通り。なのに肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。 メルキオールの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから。でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど、弟の体をより知るにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは。わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよね。カノヌシがベルベットの本物の弟、 しっかりしてください。すぐ人を呼んで。いいのです。もう疲れた。旅をして来られたのですか？10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年も。なんて弱い翼。だからもういいんだ。そうですね。 そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、
ご一緒にいかがですか?あ、いや、私は今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになればきっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな、生きる資格もないのに。 資格がいるんですか?ただ生きることに。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。だって私たちは生きているんだから。生きている。お名前は?私はセリカ・クラウと申します。 Encore une fois. Elle est emprunt à la folie. あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。要するに昔の幻ってわけか。幻じゃない。あれは私の姉さんよ。セリカ姉さんも騙されてたのよ。 ロクロ、怪我は大丈夫なのですか?ああ、撃たれ強いのが取り柄でな。俺よりもベルベットは大丈夫なのか?平気なわけがありません。カノヌシの正体があんな。ただ硬いだけじゃ不足の力を受けたら割れちまうってことか。本当の強さを 見誤っていたのかもな。あいつも俺も他人の心配をしている場合でもないがな。ここは完全にカノヌシの領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。うん。だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。奴らの狙いは ベルベットの中にある二つの毛殻。そうだ。それを逆手に取れば脱出の木がつかめるかもしれん。ベルベットを利用するっていうの?必要ならな。何にせよ進もうぜ。止まっていても埒があかん。マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。 Ah, c'est fait exprès, hein, c'est sûr. Évidemment, je peux rien esquiver. Je gagne trop d'XP, sinon ça va être trop facile après. Déjà que je suis en facile, si en plus je farm. さっき言ってた大地の記憶ってのは何なんだ?前にも話したが、地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。 それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も?
大地の上で起こるすべての事象を自然と呼ぶ。当然、人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。では、今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか？俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も、大地に見られている。そういうことだ。私は悪口なんて…ただの例え話だ。動揺するな。カノヌシは大地の記憶からベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とするカノヌシならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに悪趣味な野郎だな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ。地脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。Ah, il est en train de la briser. Tiens, je savais qu'il se téléportait, ces saligots. C'est pas un hasard. Oh, 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 oh. Quoi ? Je viens de casser, hein. Mais non. Je me suis complètement... Ah, il faudrait que... Attendez, mais je reviens en arrière ou... Là, je suis à la couche 2, donc faut que je fasse couche 3. D'accord, fallait que je fasse tout le tour, en fait. Belbet's psychological damage is substantial.ギリギリで踏みとどまっていますが、今のところはな。今のところって言葉通りさ、言っただろ。硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと、目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば、船が暗礁に乗り上げることだってある。そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うが。六郎も同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返すけどな。あいつがこれからどうなっちまうのかは、結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど。なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ。止めはせん。
Ils ont vraiment voulu me piéger, hein. Okaerinasai, Asa. Tadaima, Serika. Ie no maari no saku o hokyou shite oita yo. Arigatou, Asa. Saikin yatou no higai ga hidoi tte, sonchou-san tachi ga shinpai shite ita kedo, kore de anshin ne. Ya, moshi yatou ga gomaka shite ita ra, kono teido de wa. E? Nani? Shinpai iranai yo. Daiku shigoto ni wa jishin ga aru nda. Velvet tachi wa? Tabun mata misaki yo. Abunai tte nankai itte mo kikanai nda kara. Life set ga segandan daro. Daijoubu. Velvet wa shikkari shita ko da. Sou ne. Kono ko mo ano ko mitai ni tsuyoku sodatte kureru to ii nda kedo. Eh? Yorokonde kureru? Kimatte ru daro. しかし参ったな。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。 あなたが作ってくれたのね。 君のために心を込めて。 一生大切にするわ。 今日の幸せの記念に。 俺は約束の証にしよう。 誓うよ。 命に代えても君たちを守ると。 Elle remet tout en doute. Pourtant, il y a bien une raison pour laquelle il a voulu créer Inomina. Et je pense que c'est quand il a perdu Celia. Ça, ça serait le nouveau Therion. Oh, mais elle va trop vite. C'est par là. Et me rattrape. Arthurius et Serika, ça ne compte pas. Jusqu'à présent, Velvet ne savait pas ce que c'était. Probablement. Le mariage était un souvenir de deux personnes. ベルベットは温かい家族の風景ばかりなのに、すごく嫌な気分になった。私もです。これを見せている彼主の狙いをはっきり感じました。ベルベットの心を逆なでするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。 そうだろうな。傲慢の俺には分かるんだ。ベルベットの境遇は過酷すぎて、人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスは
カノヌシの覚醒には二つの質の汚れが必要だと言った。アバルの幻覚、監獄島討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままのカノヌシの登場、全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば、腹をくくる必要がありそうだな。ごまかした野党がこんなに。セリカ、今助ける。無理よ、ベルベットたちと逃げて。バカを言うな。Je précise aussi que on sait pas encore comment il a fait pour perdre son bras droit. Artorius.なぜ俺はたった二人の家族すら守れない。よく分かっていよう、アルトリウス。人が弱く罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ。人間が背負った業の断りは変えられん。だが。断りを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノヌシの復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て、donc Cérès, en fait, c'était le Malakim de Célia, c'est ça?
c'est Céleste qui a libéré Velvet de sa prison. Et qui a donné son corps pour lui donner de la puissance. Oh, c'était son enfant, ça. Artorius Colebrand, Sendai Hitto Taimashi, Flooding Asgard, no, Ishi to Chikara o Tsugu mono da. Yokaro, Koyoi no Hineki o Kyusei no Shikuen ni Kaete Misero. セレって僕覚えていないのですか全然精霊に転生したって言ってたぞつまりどういうことだ死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを転生という。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのかさっきの記憶が本物なら じゃあ一緒に生まれた女性の精霊は私の姉の転生ってことねもうとっくに食らったけど知らなかったからでしょ知ってたわ私はシアリーズの正体に気づいてたベルペットけど関係ないだったら何目的のためには何だって食らう姉さんだった弟だった 世界だった。それが私なのよ。Elle va trop vite. Je vais voir ce qu'il y a sur cette petite île. Un coffre, simple.始まりだったんだね。ああ、開門の日。カノヌシが半分復活して、ゴーマが見えるようになった理由だな。カノヌシの力で、ほとんどの精霊の意志が封じられた日でもある。アルトリウス様が世界を変えたいと願った背景に、あんな悲劇があったなんて、村の人たちが野党にアルトリウス様たちを差し出したりしなければ。確かにひどいが、珍しい話でもない。 人間必要とあれば何でも切り捨てるものさ。集団のためっていう大義名分があれば、なおさらな。あの夜のことも、多分ベルベットの一家が村の輪の一番外にいたってだけなんだろう。そんな身勝手な理由で。人間はそういう身勝手な生き物だとお前も分かっているはずだ。だから今、無意識に口にしたんじゃないのか。アルトリウスの願いは、 人間を救うことではなく、世界を変えることだと。それは、お前を責めてるわけじゃない。ただの事実だ。あの夜の最大の悲劇は、世界を変える力を持った男が人間の限界を見限ったことなのかもしれんな。救世主アルトリウスは人間に絶望したってこと。 Huh?
Attention. Aizen, Shinda Ningen no Tamashi ga nanraka no kikkake de seirei ni tensei suru tte itta yo na. Sono kikkake tte no wa ponpon okoru yona mono na no ka? Wakaran toshika ien. Hito ga seirei ni tensei shita jijitsu wa aru ga, sono genri wa kaimei sarete inai. Rei nouryoku no takai ningen ga tensei shiyasui keikou wa aru ga, umare kawari no hōhō ga kakuritsu shite iru wake janai. つまりはそう簡単に起こるものでも起こせるものでもないってことだよな。普通なら。でもベルベットのお姉さんはシアリーズに、お腹の子供はライフセットに転生した。どうしたらこんな偶然が起こるのです？偶然ではないのかもしれん。二人の死は火の夜カノ主の生贄儀式に絡んで起こったものだからな。つまりカノ主の意志が関わっていると。あくまで状況からの推測だ。いかに聖主とはいえ、人や精霊の生死を自由に操れはしないはずだ。偶然じゃなくて因縁なのかもしれないぜ。ベルベットはシアリーズを喰らったと言っていた。自分のお姉さんだった精霊を、そんなひどい因縁があるって言うんですか？すまん、嫌な言い方をしちまったか。だがいいも悪いも、誰かの意思も関係なくつながっちまうのが因縁ってもんじゃないか。そうですね。でもこんなのって。落ち着けエレノア。事実を知って一番動揺しているのはベルベットとライフセットだ。こんな時こそあいつらに一番近いお前が見守ってやれ。はい、私が冷静にならないとですね。Si je fais des zigzags, c'est au cas où c'est un fantôme. Mide, à ce quoi? Chimiak no sakeme da. Soto ni deraleru kamoshirenzo. Ah, mais ça va nous amener où encore ça? Asani-san, futari kiri de hanashitai koto ga aru nda. の夜に強い霊能力を持った汚れなき魂を二つ生贄に捧げること。そう、それがカノ主復活の儀式だ。俺の本を読んだんだな。古代語が全部分かったわけじゃないけど、兄さんが書いた注釈にはカノ主が復活すればゴーマのいない世界が作れるって。7年前、強い霊能力を持った魂が、生まれる前の私の息子が生贄となった。今ハノ主は半分だけ復活している。だからみんなの霊能力が強まってゴーマが見えるようになったんだね。それが開門の日の正体だ。じゃあもう一人生贄を捧げれば、カノ主は完全に復活する。その力で多くの大魔師も揃うだろう。もうすぐまた火の夜が来る。ねえアーサー兄さん、ライフセット、僕なら生贄になれる？なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？鳥は飛ばなきゃならないんだ。だって空を飛べる翼を持ってるんだから。僕にだって弱いけど翼がある。だから今飛ばなきゃダメなんだ。次の次の日の夜は3年後、その時僕は生きていない。お前は12歳病、それが僕の病気だから。やはり知っていたんだな。
病気は怖くない。でも僕は守られただけで死ぬなんて絶対に嫌だ。お前の意志こそ翼、強い翼だ。ふざけるな。このことはお姉ちゃんには黙っててね。約束だ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。何が意志だ、翼だ。よくもよくも二人して私を裏切ったな。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あんたなら兄さんに負けない対魔士になれるかもね。黙れ。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あの子、ライフセットの仇を討つ。ライフセットはもっと痛かった。なのに私は何も。C'est le moment de briller, Velvet. Comment?醜い化け物が。レクソ、なんだこいつは。ウォーマッ襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。ナッチビルワンデガー3の方向かかけづらい。サプローカー効果ケイロン。メッコーディン風邪かかる。メッコーディンガンザンメッサイティン。Pourquoi ils tournent vers moi? Pourquoi ils tournent vers moi? En plus, j'ai fait zéro dégâts, moi. Quoi? Non. Le poison, il est en train de me détruire. Et dès qu'on a une altération d'état, on peut pas se soigner.Je suis obligé de courir et d'attendre que le poison y passe. Non, c'est terrible.En fait, des fois, il y a des moments où on y met 0 points de dégâts, quoi. Mais pourquoi moi? On est plein là.
Hop là, un petit 5000 points de dégâts. Plus qu'un quart de vie. Oh, joli, joli. Oh, 8000 points de dégâts. Bon, on a plus grand chose à faire. Hein. Aïe. こんなの彼女の幻だよ。こんなのはひどいな。それはお姉ちゃんの正体なのに。憎んで、恨んで、喰らって、殺す。他人も世界も断りも踏みにじって、ただ感情のままに生きる。醜い汚れの塊だ。 違う。君が口を出すことじゃない。本当かどうかお姉ちゃんには分かってるんだから。違わない。だって全部私の勝手な思い込みだった。なのに私は罪のない人を大勢傷つけたよね。数えきれないほど殺した。アーサー兄さんの決意も知らずに、人も町もめちゃめちゃにした。その上セリカお姉ちゃんが転生したシアリーズまで。ダメやった。それでも僕はお姉ちゃんが大好きだったんだよ。だから お姉ちゃんのために生贄になることを選んだ。復活の邪魔をされたら僕は無駄死にじゃないか。本当はすごく怖かったんだよ。死ぬのは。ごめん。ごめんなさい。認めるんだね。お姉ちゃんが今までしてきたことは 全部誰のためにもならないことだった。私は無意味にみんなを苦しめた。 Velvet, reprends-toi. わかったなら罪を償わないと。最後の汚れ、お姉ちゃんの憎悪と絶望を食べれば 僕は完全に覚醒する。そうすれば世界の痛みは止められるんだ。お姉ちゃんには痛みのない世界で幸せになってほしかったけど、化け物になっちゃったんじゃ仕方ないね。ベルベット！
消えなきゃ。いやだ。このままじゃあんたまで無意味に殺しちゃう。いやだ。こんな汚れた化け物は生きてちゃいけないのよ。わかるでしょ。一人目の生贄の転生体、君も僕の一部だ。一緒に食べてあげるよ。ライフセット、このうぬぼれ屋に行ってやれ。お願い、もう手を。うるさい、黙れ。わかるわけないよ。ベルベットはすぐ怒って怖くて僕を食べようとする。でも優しくてこんなにあったかい。ベルベットのことなんて全然わからないよ。けどベルベットは僕に名前をくれた。写真版を持たせてくれた。僕が生きてるんだって教えてくれた。だから僕は僕のためにベルベットを守るんだ。汚れてたっていい。意味なんかなくたっていいよ。みんなが間違ってるって言うなら世界とだって戦う。ベルベットが絶望したって知るもんか。僕はベルベットがいない世界なんて。絶対に嫌だ。ダメよ、手が勝手に。腕くらい食べていいよ。でもこっちは残しておいて。ベルベットを泣かせたあいつを殴ってやるんだから。私大好きだったの、ラビーもセリカ姉さんもアーサー兄さんもみんな。だからあの時を奪われたことが、私を選んでくれなかったことが悔しい。絶望が消えた。うっうっうっ私の心にもある。消したくても消えない炎。あなたの気持ちやっと分かったわ。でも私は自分のためにしか戦えない。十分です。それが生きるということですから。Faut qu'elle arrive à dévorer Illumina. できんわけがあるまい。自ら心を砕いての覚醒、何度繰り返す気だ。今ので100と7、いや8回目かの。まあどうでもいいがの。愚か者が。必要なのは年々再々成長を繰り返す草木のごとき不動の精神と教えたはずだ。うん、おっちのように。そこの王のようにか。それでこそ人の業から脱し理想世界の礎になれる。理想世界の
や。お主の相方じゃった坊。ライフィセットは生きておるぞ。恐ろしい女ゴーマの背を追って、海の広さを知り、大地の渇きに耐えておる。あやつらは、わしらとは違う。悩み、苦しみ、それでも己が鼓動を抱きしめて、この醜い世界を懸命に生きておるんじゃ。その仲間のためにとても言うつもりか。逆じゃわ。あやつらには心底イラついて仕方ない。チクチクとわしの胸を突き刺しおる。じゃからのこの結末だけは見届けねば、どうにも収まりがつかんのじゃ。無意味なことを。やはりお前は失敗作だ。最高にどうでもいいわい。やめてでご。ひょっとしていいところに来た。遅いわ。おかげでいらんことを口走ってしもうた。カノヌシとは出会ったな。ならばお前の復讐には意味がないと分かったはずだ。ええ、よく分かったわ。世界が悲しい理由も、人が背負った業の深さも。アーサー兄さん、そしてラフィーは全てを捨てて、その悲劇を終わらせようとした。それがあの人たちの願いなのね。そうだ。よくわきまえた。でも、だから許せない。あの二人、アルトリウスとカノヌシが。矛盾した醜いエゴだって分かってる。でも、あのあったかい日々は、私が、私たち家族が生きた証だったの。だからどんなに苦しくて悲しくても、私はこの復讐をやり遂げる。ベルベット！ふざけるな。潔く諦めて死ね。絶望こそがお前の宿命なのだ。家族を奪って、体を化け物にして、今度は心をよこせって。そっちこそふざけるな。覚えておきなさい、最下の剣士は死んでも諦めないのよ。女が業を恥もせず、よくも。私もまずい。賭けに負けた八つ当たりじゃ。いけるの？そんなざまで。誰に向かって言っておる。自分で言うのも楽しいが、地獄の沙汰も乗り次第。正義の大魔師を蹴散らす悪逆無道の魔法使い、マギルー・メイビンとはわしがことじゃ。知れ者どもが。On va enfin éclater Melchior, les gars. Oh là là, ça fait longtemps que j'attendais ça. Oula. D'accord, j'ai perdu un carré. C'est ouf, hein. Je le perds tellement vite là sur ces combats là. Ah mais je peux rien faire. Et encore. Ah.
D'accord, on va faire tomber le petit d'abord, comme ça on va tous le bolosser après même temps. D'accord. Cher Pierre. On est en train de tabasser un enfant, n'empêche. Hein. Ah, c'est pas moi qui le fais, j'ai trop de peine. Les dégâts, les jacks, ou à 22 000 les frérots. アルトリウスとカノヌシに伝えなさい。あんたたちは私の大事なものを奪った。絶対に許さないって。歴史には度々お前のような悪が出現する。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして顧みない汚れの塊。始末に負えぬ人の業を体現した魔王がな。 最下の剣種ね。タイマシが撃つべき世界の敵だ。よく喋るな。ついでにアイフリードの居場所も吐いてもらおうか。後悔するぞ。カノノシの気配だ。追ってくるよ。今戦うのは不利です。ビエンフ、裂け目を閉ざせ。無理でくよ。いでよ。 Il était là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Zabid! Zabid, sérieux? カースランドって島にある清涼の施設だ。メルキオルが管理してると聞いて忍び込んだんだが、まさか術で隔離された空間とはな。外に出る方法は？出口はあるぜ。俺がこじ開けたやつがな。一旦外に出ましょう。話はそれからよ。こいつは知り合い、イチゴっていうんだ。 よ、一緒に行くか。
一人でこんな場所にいたらドラゴンが出るかもな。襲われたら嫌だろ。うん、怖い。よし、ならついてこい。何を考えてる。放っておけねえんだよ。器ぐらい俺が何とかするさ。勝手にしろ。探索戦。